やっぱりあったんだ。ビビった。斧とかがあると便利だって言ったじゃない。それですげえのを持ってきてくれたけど、もうすぐ日が落ちるから続きは明日だな。うん、何しょんぼりしてるんだよ。明日には健太くんが掘り出せるんだぜ。そうだよね